スタートしましまた少しばらついた飛び出しその中から4番、里野ロイヤルが好スタートを決めていますが7番のオレンジペコも上がっていってかわします外からは12番ピュア・ジャッジも先行前の3頭に15番コーラスケイトが加わって早くも隊列が縦に伸びてきました、まあ、4頭抜け出します23馬身相手 5番手に上がってきた11番マイネル・クロンヌで1コーナーその後外目に16番ガンダルフ内に9番セイル・オン・セーラーが続いていって10番のタヒチアン・ダンスが中段バグの中です。縦長になってきてきコーナーカーナカブ 行ったのは7番オレレンジペコレスリードを1馬身ついていく2番手に12番ピュアジャッジです前の2頭で後ろを離して向こう上面2番手から6馬身7馬身開きました15番コーラスケート3番手4番手には4番里野ロイヤルが続いていきますまた4馬身ぐらい離れて11番マイネル・クロンヌこの後ろに16番ガンダルフは中段9番セイル・オン・セーラー10番のタヒシアン・ダンスこの外に6番メイアットワーク持ち出しています 1000m59 秒8の通過中段よりも後ろ5番ケイ AI ロベージ、内に入れて8番のトラモント3コーナーカーブを目指していって、並ぶ14番コスモ星ウです、一場審査、後ろから3投目、13番カフェスペランツァ、残り600を切って3、4コーナー中間、あと後ろ3投、2番ナリノ・モンターニュ、3番スペロデア、1番グラスブルースとなっています。 4コーナーのカーブここで短期先頭になりました12番ピュアジャッジ後続を5バシンぐらい離して4コーナーから直線に向きます里ノロイヤル内を救って一気に追ってくるガンダルフその後ろからコーラスケイトメンガットワークタキシアンダンスその後二200を切りました先頭を粘る12番ピュアジャッジリーロは5馬六6バシンがある2番手に上がってきた16番のガンダルフが前を追うその後ろ里ノロイヤル大外キューツイ8番トラモント先頭12番ピュアジャッジ押し切ってゴールイン 2着16番ガンダルフ大外一き9対8番トラモントですがこれは3番手まで。